こんにちは堀秀夫です今日は EMS 伝票の書き方、ね、間、え、を、ーまあ、つくところというか、そうなのというところを、ね、注意点2つお知らせします。で実際 EMS 伝票書いたらね書いた状態で送ってもらえばチェックしますので、初めての時、あるいは慣れるまでねお気軽にご相談ください。でまず、これね EMS 伝票。 郵便局で五枚もらってきてください。物品用です。何も言わないでね。EMS 伝票くださいって言うと、まあ何も聞かず普通に書類を渡す人もいるんでね。この物品用というのをね忘れずに言ってください。こういう伝票です。で、まず迷うとこ品名ね。欄も少ないし、一個一個ね細かくゾウジルシ水半蛇タイガー水半蛇とか書いてたら、えー、こう。 書きないですよ普通はねだからこのアマゾンのカテゴリーね、えー、ホームキッチングッズとかそんな感じで、えー、炊飯ジャーだったら、まあ、炊飯ジャーってのにいりますけど、えー、このアマゾンのカテゴリーを参考に、えー、書いてくださいでカテゴリー書いてね、えーまあ、商品が大体わかればそれで OK です で、逆に商品名書くとね、日本だと普通にあるけど、オーストラリアだとね、商品名書いたって何のこっちゃわかんないっていうのもありますんで、えー、基本的にはこの Amazon のカテゴリーを参考に書いてください。ね、でそれから通貨ね。これ、見本に日本円で書いてあるし、合計金額日本円で書くんで、日本円で書きたくなるんですけど、えー、日本円じゃ書かない方がいいです。えー、まあ、アメリカを取る。ね だって送るのオーストラリアじゃんって感じなんですけど、世界中どこに物を送るのもね、US ドル表示は、まあ一応、世界の基軸通貨ってことで、特段問題ないんで、US ドルで計算するのがおすすめなんで、US ドルで書いてください。今100円ちょいい行っちゃってますけど、まあ1ドル100円だから計算しやすいってのもありますね。で、オーストラリアドルはね、今だいたい80円ぐらいなんで、まあ US ドルで買えた方が安く見える。 ねえー、それと、まあえー、かける80%という計算がね100分の1で丸2つずらすのよりも、まあ、ちょっと面倒なんで、まあ、US ドルをお勧めしますでこれね安く見えた方が当然、ね、税関で引っかかりにくいというのがありますで日本円丸が多いんでね、えー、はっきり言って、えー、普通に物を輸出する国でね こんな丸の多い通貨使ってる国って日本ぐらいなんで、まあ普段イギリスや、ね、イギリスポンドや、ね、あるいは US ドルで税関の人は見慣れてるところにね、えー、日本円の桁数がでかいのが届いたら、まあそれはなんか高いもんかと、ね、いう感じでチェックしたくなるのは人情ですし、現に私はね、ワインを送った時に、ね、US ドルじゃなくて円表示で書いてもらった時にまんまと税関で止まりました。 ね、税関で止まって税関が連絡を汚さないんで受け取れなかったというのがあります。まあ、そんなこんなで、ね、日本円、日本にいるとね、あんま気にならないですけど、丸多すぎですから、海外のね、この書類とかでね、日本円っていうのは書かないですに書かない方がトラブルにならないです。ね、あの、丸多いと。丸数えなきゃいけない。高い、間違いやすい。ね、高いと思ってチェックされやすい。何にもいいことないんで、えー 合計金額欄はね、円で表示されちゃったんでしょうがないですけど円で、円で表示しなくて済むところは US ドル、ね。まあ別にオーストラリアドルでもいいんですけど、US ドルで記入してください、ね。記入したものを送ってくれればチェックしますんで、チェックの方はお気軽にお申し付けください。以上、堀秀夫でした。